ああ、そういうステージ選択できるよね。あ、さすがにパーセンテージ限界？ちげえ。てかさ、さっきからさ、あ、やべ。あー、うめえわ。うめえわ、これ。今の回避見たのうめえ。質問。あ、やべ、ちょっと、あっち。いや、マジで、判断上手すぎ。あ、ルイージもそっか、そこは。確かにコンボ張りやすいな。確かにそうか。なんとも言えんな、このカード。いきましょう。来ましたね、ファルコン・ルイージカード。ほんと、どうかな、このカード。ガンバルイージ。どうでしょうか。行きましょう。まずは1戦目。では、マント選手、ファルコンじゃねえか、ダックハントか、マント選手、7回戦進出、了解しました。あとも、タツンさん、こんばんはです。では、配信外の方、どんどん来ますね。カルネットさんも、バキューム。掴んでる、これどうだ、早速。運んで、殿下の宝刀をバースト。本当彼すげえね、やっぱ。まずは一発目、花火通して。もう一回掴んでる、ゆきも選手。また運んで、おかわりは大丈夫大丈夫だった。エイジさん、間一発。恐ろしいですね。やりおる1個目。ウィビー完全なんかもう、ルイキもワールドじゃん、これは。桜もちさんも。ウィビートータルでもバスト。なんとあっという間に。やべえな、本当にリキモ選手。では、行きましょう、2戦目。なんかあれは、なんだっけ、つか。バッチだっけ、なんか、あったのって。なんだっけな、今作は。ね、正面になるんですけど、なんか。確か。あれ、掴んで。運んで、すげえな。えなんだ、それ、本当に、そのコンボは。そこも試合中か、ひとまずは。吉橋選手も。掴んでる、飛ぶ投げファースト、あれ。即投げる、いきま選手。吉橋さん、では、そこ、飛びさんがなんかこれ、嘘言ったのか、飛びさんの方が。DA としてバーストしていく。逆転勝ちで、主力進んでリキモ選手が6、7回戦進出ベスト8。マジか、本当に。すげえな、リキモさん。また来ましたね。リキモ選手。マジか、本当に。なんで違うかで配信したんだ、自分から。いや、ステージが違う。いや、これは、ステージが違うぞ、リキモ選手。普段の癖や、本当に。いや、これ、掴み十分じゃん。ルイキモさん、芸人として。ぜひ、皆さんまた、ルイキモさんの配信の方でも、ご観戦ください。まあ、DJ、リスヤさん、強気になんと。まずは、ご挨拶、リスヤ選手。これ、運んで、今度は、落として、リスヤ選手も。まあ、DA からの、復帰は今度はもう怖いぞ、ルイキモさん。崖上っ子は、当たんなくしたわ。よっきょう。いや、食う前から。これ、ジャンプはあるか、ルイキモ選手。ジャンプあるか、あー、暴発やっぱりなんか彼持ってなんか、やっぱ彼なんか持ってますね、本当に、リキモさんキズムは。いや、苦しいぞ、本当。いや、グシマスト、なるほどね、そこは、リズヤ選手。スケートをするな、リキモさん。よっきょ、しかし、リズヤ選手。今度は、これは大丈夫、まだなんか。今度は、メガフレアバースト。なんか若干やっぱ冗談入ってるんだよな。なんであるかな、あいたシーンがいつも、この人は。なんかリーキモさんこれ美味しいじゃん、負けても。なんだ本当あれは。ウジヒ本当に
時期はなし、リズヤス選手。悪いんで、当たんねえのか、あれ。あー、でも、どうしてくなんと。強引に。リズヤスさん、今度もあるの次よ、みんな。よっきょ。調子のリズヤスする。メガクリア通して、爆殺してく。反対側決勝戦進出はリズヤス選手。しかし、ルイシモ選手も、モサをスコアね、倒しに倒して、そうか。すげえな、リキモ選手も。